み物だけが開催される、うん、エアロビックの種目の中で開催されます、うん、されました。はい、みんながこう畑作ってるもう30年ぐらい。私は19。あ、19だ。19どうすんだよ、だけどな。え、感想。総合的に、ある国際試合ということで、うん、すごく価値が自分たちの中で強かった部分もあり、人生の中でも、うん、こう長期的なプランでずっと小さい頃からその重みというかワールドゲームズという舞台を目標にやってきていたので、すごく緊張した中でしっかり3人の演技をすることができて、さらに優勝できる、できたと、はい、それは目に見えないところが出てたかなと思います。いや、そんなに見てない私、置いた方がいいです。はい、今もう体操種目の一つになってからは技で勝負してます。じゃあそれに合わせた顔を作る、はい、あの顔を作ってると限定になります。まだちょっと髪の毛がね、髪の毛がね、ありがとうございます。あ、見えてます。どうも、はい、厳しいですね。